こんにちは、大洲市議会議員の中野博史です。6月定例会、私の一般質問を振り返るシリーズ5番目は市内経済の振興策についてです。今回大洲市はキャッシュレス決済ポイントバックキャンペーン1億円の予算をつけております。また迂回観光にも補助金をつけております。これらの概要とその効果、どのようなものであるか質問しております。では動画をご覧ください。どうぞ。それでは次に5番目、市内の経済振興策についてをお伺いいたします。1点目はキャッシュレス決済プレミアムポイントキャンペーン事業についてです。今回の補正予算では1億円が計上されています。大洲市では過去4度にわたるプレミアム付き大洲市事業者応援チケット事業への助成など経済振興策に取り組んできました。その経済効果を評価はいたしますが、非常にアナログな紙のチケットに事業者が手作業で一つずつこう判子をしてですね、それを1枚ずつ手売りで消費者に渡す、で消費者もこの紙を1枚ずつ切って渡すというようなやり取りというのも感染症対策とかですね、DX 推進の観点から見てまあいかがなものかなというのは正直思いはございました。今社会全体のキャッシュレス化というものは急速に進展しつつあります。政府も後押ししておる現在、この流れが後戻りすることはもうないと考えます。この変化を前向きに捉える市内事業者が増え、そして参加事業者が増加することがこの事業の成功に必要と考えますが、今回の事業概要とその仕組みについて詳しくご答弁をお願いいたします。2点目に迂回肱川遊覧の利用促進対策事業についてお尋ねをします。今回の補正予算で600万円が計上された当事業ですが、迂回復興元年に向けて意欲的な予算であると評価をしております。どのような仕組みで助成することになるのか、市民の皆さんに伝わるよう事業概要の詳細をご説明願います。これより答弁を求めます。武田環境商工部長。それではまずキャッシュレス決済プレミアムポイント還元キャンペーン事業についてお答えをしてまいります。この事業は新型コロナウイルス感染症の長期化や原油物価高により落ち込んだ消費の喚起を促すことを目的に、 QR コード決済である PayPay、D 払い、auPay、楽天ペイの4種類のキャッシュレス決済を使って市内の加盟店舗で買い物をした際に最大 20%ポイントを還元するものでございます。キャンペーン期間は1ヶ月間を予定しておりまして、1種類あたりのポイントの上限は1回の決済につき2000円まで、期間中の合計は5000円までとしておりまして、4種類すべてを最大限利用した場合は合計2万円分のポイント還元が受けられるものでございます。キャッシュレス決済については令和元年6月に閣議決定をされました成長戦略フォローアップにおきましても、令和7年6月末までにキャッシュレス決済比率を現在、まあ、これは当時だと思いますが、の2倍、4割程度とすることを目指すとされているほか、新型コロナウイルス感染症の拡大を背景に、新しい生活様式を見据えた非接触型の決済手段ということで、その利用率が年々増加しているところであります。今回上呈した予算におきましては、キャンペーン開催に要する費用のほか、決済端末を新規、または現状から種類を増やして導入される事業者に対しまして、インターネットへの接続工事費や、必要機器の購入費を補助するための費用を計上いたしております。まあ、多様な決済手段に対応することは、販売期間の損失を防ぐことにもつながりますので、キャンペーンに多くの事業者が参加できるよう、事業者向け説明会を開催するほか、消費者である市民向けの説明会を合わせ開催をいたしまして、キャッシュレス決済への理解を深めていただくとともに、利用率の向上につなげたいというふうに考えております。次に、迂回肱川遊覧利用促進対策事業についてお答えをしてまいります。当市の観光のシンボルであります大洲の迂回は、今年で65年目を迎える肱川を利用活用した代表的な観光事業でありますけれども、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響が利用客減少に拍車をかけまして、鵜飼運営に必要である鵜飼事業者が減少し、危機的な状況にございます。このため、市としましては、屋形船の一元化をはじめ、新たな事業者の募集や食事メニューの多様化などを促進してきたところでございますけれども、今年を鵜飼復興元年と位置づけまして、市内外の多くの方に、今一度鵜飼の魅力を知っていただくため、中核事業者であります観光協会へ補助金を交付して、割引プランを創設し、利用を促進することで、復興への足がかりにしたいというふうに考えております。割引の内容につきましては、会社やグループなど団体で屋形船をご利用の場合は、18人乗りの大型船の貸切料金が通常4万5000円のところ1万5000円引きの3万円となり、10人乗り小型船の貸切料金は通常2万6000円のところ1万円引きの1万6000円となります。これに対しまして、家族などの少人数で利用される場合は、乗り合い船での利用を推奨しておりまして、こちらは大人、子どもに関係なく、一律に1000円を割引いたしますので、乗船料といたしましては、大人1人当たり4000円が3000円に、お子様は3000円が2000円となります。まあ、さらに乗り合い船につきましては、DX 促進に向けた割引も用意しておりまして、昨年整備いたしました鵜飼予約受付システムを介して、ウェブ上でご予約をいただければ、お一人当たりさらに300円を、また生産時にキャッシュレス決済をいただければ、200円をそれぞれ割引をいたします。少し複雑かもしれませんけれども、乗り合い船の乗船と合わせて注文できるお弁当につきましてもですね、大人食が通常4000円のところを2000円、子ども食は通常2000円のところを1000円にということで、いずれもですね、半額で提供できる予定といたしております。これらの割引をすべてご利用いただいた場合、乗り合い船の場合でございますけれども、乗船されるお客様1人当たりのお弁当代も含めた負担額というのは、大人が通常8000円のところが4500円、お子様は5000円のところが半額の2500円で、料理付きでご乗船いただけるという形になります。なお、これらの割引を含めた料金の精算でございますけれども、鵜飼はどうしても当日の天候や肱川の状況によりまして、中止となる場合がございますので、これは当日の乗船前に決済いただくこととなっております。また、本事業の開始は予算のご承認いただければという前提でございますが、7月1日から想定をいたしておりまして、広報、周知宣伝につきましては、テレビや新聞などのメディアを中心に、SNS なども活用しながら効果的に展開していく予定でございますので、市民の皆様並びに議員各位のご理解、ご協力をお願い申し上げまして、以上答弁とさせていただきます。以上。中野博史議員。キャッシュレス化についてなんですが、このことは先ほど申し上げた、どんどん比率が増えておるのも事実でありますし、先ほど宮本議員さんの答弁の中でありました、日本にはホテルの宿泊客というのも大変人数が増えておりまして、こうした方は、いわゆる富裕層ほど、大きな決済は、クレジットカードで、で少額のものは QR コード決済というふうに、現金を使わない方が非常に割合が多いです。でまた今後、そのインバウンドの本格的な回復、外国人観光客が戻ってきたと考えたとき、なお一層ですね、こういった方々はキャッシュレスの比率高いです。しかも今、円安になっておりますので、非常にお得だと、外国の人からすると、大津に旅行に来るのは非常にもお得な状況になっています。ですから、そういった意味でも非常にビジネスチャンスでもあると、こういったことをぜひですね、事業者の方々と意見をすり合わせて、この適用、キャッシュレスを導入するということを前向きに多くの方に取り組んでもらえること、これが必要だと思いますが、この点についてはどのように考えますか。武田環境商工部長。今、ご指摘いただいたとおりであろうというふうに私も考えております。
ただ事業者の方の中にはやはり顧客層が様々でございまして、議員さんおっしゃるように富裕層とか海外からのインバウンド、これが十分自分のお店で扱っている商品の対象者であるというふうに認識される方はおのずとそういう方へ行っていただけると思いますが、やはり一番広い前から顧客層を地元の高齢者の方とかいうふうに解釈して運用されている方というのは、なかなかその地元の高齢者の方がまず使ってくれるのかという疑問から始まったりもいたします。ただ今50代60代の方もかなりこのキャッシュレスに向けては比率が上がっておりますし、10年後20年後にはやっぱりそういう方々が今の高齢者層に上がってくるということで、近い将来はこれをベーシックにやっておかないとですね、なかなか商売の方も厳しいんじゃないかというところもご認識いただけるようなですね、説明会といいますか周知ということを考えながら、我々もそれぞれに即してですね、少し刺激が与えられるような工夫を加えていきたいというふうに考えております。以上お答えさせていただきます。以上、中野博史議員、ご答弁ありがとうございます。あと最後に鵜飼についてですが、我々も今年鵜飼開きの時に3年ぶりに鵜飼体験しまして、改めて鵜飼の良さ、幽玄な雰囲気とこの肘からのロケーション、改めて乗ってみると本当にいいなと実感しております。ですからぜひこれをですね、新たにいろんな方に体験していただいて、鵜飼の新たなファンの発掘にこの事業で取り組んでいただけたらと思います。大いに期待をしております。